ニコラグランニコラグランはユーゴスラビア社会主義、連邦共和国、ベオグラード出身のサッカー選手。U-21 セルビア代表、ハポエルハイファイ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。セルビアのパルチザンベオグラードの下部組織で育てられ、16歳の時には UEFA カップにも出場し、若くしてヨーロッパの舞台を経験している。 2007年にイタリアセリエ A のアッコフフィオレンティーナが保有権を購入。2008年の1月まではパルチザンに残り、同1月からは UC サンプドリアとの共同保有という形で、私、フィオレンティーナ、サンプドリアの両クラブ株組織でテストされ、2008年の6月に入札の結果フィオレンティーナ側が全保有権を獲得、正式にフィオレンティーナの一員となった。 フィオレンティーナでは、パルチザンでも共にプレーをした、ステバン・ヨベティッチとの再会を果たす。2009年2月に、2008から09、シーズン終了までの間、ドイツの TSV1860 ミュンヘニエ、ローン移籍され、そこで3試合に出場した。その後2009年の夏にエンポリ FC に、レンタル移籍し、24試合出場する。在籍時は本来ミッドフィールダーながら、 サイドバックをこなすなど、ポジションを試されていた。2010年に、フィオレンティーナに復帰する。2015年7月23日、セグンダリディビシオンの RCD マジョルカから、ジュピラープロリーグのロイヤルエクセルムスクロに移籍した。リカバイナウントグーロンバースタカン大浪園。1860ミュンヘン公式サイト。オリジナルの2009年2月5日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20090205125851/http://tsv1860/des/aktuel/news/2008/news2009 年2月2日グーロンリカバイな。php2009 年8月18日へつらん。 ムクロン、パーベルズ、ニコラ・グーロン A、C にボワード1、ニコラ・アクセンティ・ジェビックエプリート。サダンフォー B、2016年7月14日閲覧。ありがとうございます。